日本経営学会は、日本の経営学者、研究者、院生を対象とした学術組織である。1926年7月10日に設立され、経営学、小学の研究と普及のため、研究者の共同及び懇談の場となり、経営学、小学に関する内外の学会その他の団体との連絡を行うことを目的とする。 1924年にドイツ経営学会が設立され、日本経営学会はドイツ経営学会に続いて世界で2番目に設立されている。なお、1936年にアメリカ経営学会が設立されている。1926年第1回大会統一論題は会計士制度であった。大会決議により会計士制度についての権威書を政府へ提出した。 現理事長は、神林の理を。日本学術会議の協力学術研究団体である。大正15年7月10日午後3時、丸の内生命保険協会で開催される。出席者発起署名者については太字で表記する。後に、理事長制度を導入するまで、ご常務理事合議制であった。 常務理事理事日本経営学会はご常務理事制を経て、昭和16年以降、理事調整を導入した。ありがとうございます。